合図塔、合図明かり、合図塔、合図灯は鉄道において使用される鉄道信号機の一つ。作業灯や懐中電灯としても使用できるように携帯性に優れて繰り返し充電が可能な構造で設計されている。高原に油灯を用いていた時代にはカンテラとも呼ばれていた。陶器に分岐器凍結を防ぐため要所で焚かれるものとは別。現代では 多くの鉄道事業者が小型合図等、または携帯用合図等称している。一般的には夜間、日中は手畑や地下などで使用される。駅や操車場等では主に駅長や駅員等の地上職員が運転し、車掌を搭乗無意に得て信号、または各種合図を現時するために用いる。電源スイッチを入れて発行し、レバーの切り替えで赤、白、 緑の公職を切り替える。列車に対して現時する手信号、出発合図、車両入れ替えを行う場合の入れ替え合図は鉄道に関する技術上の基準を定める省令、平成13年国土交通省令第151号に色等による合図の方式が定められてり、これに従わなくてはならない。旅客ホームで駅員が現時する旅客取扱合図の方式は、 鉄道事業者ごと、JR では死者ごとに、事業者が定める。例えば、赤は、回避継続か、再回避。白にして振れば、平否よし、白にして掲げることで、平否確認であることが多い。車両の乗務員室に設置してあるものは、自動充電器を兼ねた置き台に常置してあり、作業や点検の際に作業等、懐中電灯の代わりに使用したり、非常時の列車防護、 乗客等の誘導用として、また、全部標識等、ヘッドライトや、後部標識等、テールライトの故障時の代用など多目的に使用される。昭和初期までは、灯油ランプやカーバイド、アセチレンランプの上に、着色ガラス転換装置、レンズ持ち手ハンドルを備えた円筒を重ねた構造であり縦長、不安定で燃料や水を補給したり、 清掃や重油などの取り扱いが煩雑なものであった。昭和5年頃からは、ニッケルメッキを施した金属製円筒形筐体に、小型鉛蓄電池、白熱豆電球と反射鏡を収めて、持ち手ハンドルを回転することで赤、素通し、緑の窓を備えた内筒を回転して赤、白、緑の参考色を、現時可能な、めぐる型が普及し始めた。 昭和20年代には、めグル型を改良して、持ち手ハンドル内の小型レバーを左右に倒すことにより、内蔵した赤ガラス板と緑ガラスを振り分けて、光色転換する押し型が登場し、片手で赤、白、緑の3光色を転換することが可能となった。昭和40年頃には、発光電気工業が開発したクロームメッキを施した小型角型の金属筐体に、 正面パネルを兼ねたプラスチックレンズを装着し、主マ豆電球断線時にワンタッチで点灯できる赤色非常を備え、大容量かつ過充電や、過放電にも強いアルカリ電解液を密封した円筒系アルカリニッカド蓄電池を標準とし、一般市販品の単一系乾電池も併用可能な小型アイズ図かりが発売され、国鉄に正式用された。 白熱豆電球を光源に用いた合図灯は電球断線により光源を失う危険性があるが赤色光は非常信号や停止信号としていかなる場合でも発光できる状態でなければならないためこの方から主明かりとは別に独立した白熱豆電球を内蔵して赤色レンズを固定した非常灯が採用された LED 式合図灯の場合は 多数の赤色 LED 素子を並列同時点灯して故障不点灯の危険性を防い入るので非常灯は用しない。昭和46年頃には蒸気小型合図明かりの改良版といえる小型合図明かり検査と検用がやはり発光電気工業から発売された合図灯としての基本機能は変わらないが従来は主灯全面レンズが素動止透明版だったものを 突レンズ化して、より遠方へ高速が到達するようにして、金属製持ち手ハンドルを排して、携帯利便性を考慮した折りたたみ可能なベルトフック兼用の樹脂製ハンドルを備え、破損しやすかった正面パネルを排して、筐体内にプラスチックレンズを移したので、扱いやすさと耐久性が大きく向上した。この方は国鉄はじめ一部大手を除く全国の民鉄に採用され、 鉄軌道業界の標準品と言えるほどに普及した。近年は他社の参入によって形状や機能が多様化してきているほか、白熱豆電球と比して消費電力が小さく、高速直進性の高い遠方からでも視認性が良い LED を発光素子に採用した合図明かりが JR 締め大手民鉄に採用されている。 LED 式の光色切り替えは白熱豆電球式のような色フィルターは用いず赤、白、緑の3種類の LED を電気回路的に切り替えている。LED、合図等の形状は充電器や置き台を共通使用する目的から白熱豆電球式の小型合図明かり、検査と検用とほぼ同型の立方形筐体の上部に 持ち手ハンドルを取り付けた形状のものが多くの鉄起動業者で採用されているが、後発メーカーが開発した小型軽量な LED 式合図灯や実車独自開発した LED 式合図灯を採用する鉄起動事業者も増えている。JR 東海では制服のポケットにでも収納可能な小型軽量でありながら遠方視認性能に優れるパドル形状の LED 式合図灯を独自に 開発して子会社に製造販売させており、複数の大手民鉄もこれを採用している。近鉄では夜間、合図灯ではなく三色切り替えが可能な懐中電灯を持ってホームに立つ。大阪市営地下鉄ではマイクと発射ベルボタンとが一体化した懐中電灯のような電灯を使用している。LED、合図灯の多くは 密閉型充電池を使用しており、不使用時は駅事務室や車両乗務員内に設置した置き台兼用充電器で充電している。必要な時に駅員、職員や乗務員は充電器または置き台から外して携行する。なお、多くのメーカーが充電池専用と乾電池専用の2種、または充電池と乾電池のいずれも使用できる充電池乾電池兼用型を売りしている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。